でも今後それでもいいような気がしますよ。あ、じゃあテイク2やりますね。あ、テイク1か。テイク2のシーン2の2だ。はい、いきまーす。はい。どうも。はい。先ほどの鈴木です。はい。今、今これ書いてあります。協力隊あるあると、今度は宝ののまで。はい。やりますので、はい。ちょっとお付き合いお願いします。頑張ります。行きましょう。じゃあまず宝。みんな疲れてないですよ。大丈夫です。はい、全然余裕です。付き合いめっちゃ終わってる。あとでちゃんと聞きます。本当だ。多分。あ、もうこんなん簡単じゃないですか。誰とは言わないですけど、田んぼに車を落とす人がいる。誰とは言わないですよね。でもいるよね。ね。みたい。写真で。夕道気をつけようね。はい、そうですね。誰とは言わないけど。はい。これですかね。この時期、まあこの時期も行くっちゃいるし、結構多い時はすごい。あら、はい。タヌキめっちゃ惹かれてる。あ惹かれてるよ。あるある。マジうまい。超多いよね。正直。タヌキは惹かれてる。聞いたことある？逆に聞いたことある？ないですね。引きそうになったことあるけど。あるか。僕らは山だから結構多いですね。結構だって田沢でもやっぱ朝行くと。あ、そっかそっかそっか。めっちゃ死ぬ。しかもあれ日によるくない？この日はめっちゃ多い死ぬ人タヌキ多いとか。意外にもいいかも。なんか、ね、しかも逃げないんですよね。やつらはね、そうそうそう。なんかライトつけても。うん、止まるんですよね、車の前で。だから、猫とかよりもすごい人、確かに、確かに。難しいな。あ、来た。あはい、多分一人一回もあるはず。協力隊になったらタケノコ取りに誘われる。間違いない。誘われたことあるよね。ありますあります。なんか妄想だけのあの大きいやつも、私ガッサンだけもなんだかんだで誘われる。確かに。僕ター1個だけいいですか。ちゃんと綺麗なこと書いた。助けてくれる仲間か協力隊がいる。これでタワー閉めるみたいな。あ、あと一個だけ。俺あるある、うん。はい。竹島さん好き。告白。ありがとう。これカットでいいよ。付き合ってる言葉です。あ、やめて。タの最初でこれだから多分見る人に。ち。ちですか。あ、ちですね。痴漢かな。痴漢が。痴漢が絶対ない。ない。その辺で寝てても絶対大丈夫。ないね、うん、確かに。なんならこっちが変態なんでしょうね。通報され。確かに。し。し。C ないね。C ないかも。C これからぬとかあるのにこんなところでつまずいてたら大変ですね。そうよね。2時間になる。頑張りましょう。2時間。C。ああ、わかった。これだな。面白くない。面白くないって元々ない。駐在所の人と仲良くなる。何と？駐在所の人と仲良くなる。これはあるあるです。あるあるだね。スーパーあるあるです。あります。結構遠いようで全然近しい。確かに。これも地域に受け入れられがち。確かに。うんうん、
なんかね、いい人だよね。いい人多い。駐在所。挨拶に来てくれるもんね。確かに。そう。素晴らしい。今日、今、まあ、さっきこれ、さっきの話なんですけど、うん、今日仕事中に、ちょっと駐在の、駐在所長、所長さん来たんですよ。休みらしいんですよ。暇だから話しに来たっつって。マジで駐在所長来ました。すごい近しいね。そう、先週も一緒に飲んでるし、へー、野球チームも一緒だし。仲良くなっていいよねっていうか、本当に。そうそう、で、年もまあ、俺の一個上だし。あー。いいね。だから、一緒にこうの遊ぶと、なんつうの、警察ネタでめっちゃいじる。あへー。なんか、そう。あ、今トーク中にいらっしゃったのかな、チャック壊れてるのかな、ちっちゃい、いる？すごいチャック壊れがちこれはもう千葉市全然別にね、チャック壊れてもいいもんね、ちっちゃいたちチャック壊れてる人はあ、協力隊ある、調子悪くなってきた絶対やばい。あ、わかった。違うわかんない。ね、これなんだっけ、これは合ってんのか。ん？え？漢字が合ってんの。これだ。これは協力隊あるあるでしょ。着色料超使う。使うね、使うだけだよ。え？他の人が見たら、多分。え？うん、何作ってんの？6時半でよ。そんな使う。まあ企画ですね。伝説の。伝説の。はい。はい。一個だけですけど、こんな感じかな。地域あるある。長寿めっちゃいる。長寿。ああ、長寿。で長生き長生きしてる。全然やっぱ長生きする人多くない？100歳とかいっぱいいるし、うん、すごいなって思います。確かにすごい、うん、めっちゃ真面目な地球について考えることテーマが壮大テーマが壮大なんでじいちゃんとかのっったでも地って自然についてとか考えるから地聞いた言葉ですもんね。地は出るんだし。お、で、じゃあ能美さんの。はい。ババ。地域おこししがち。ああ。まあ結局僕らそうですけど、いやかってみんな今これじゃない？本当だ。そう。地域の地、なんかもう今もそうじゃん、もう隣のところ行けばもう必ずそういう協力隊いるかまあ何かしらやってる、今これがすごい地域嵐とか言われる、地域嵐、あ、どう、あ、つ、行こう次行こう、次行こう、つ、あ、つ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 ツッコミ上手な庄司さん、うん、戻った庄司は怖い常庄司が先に来るツンデレおじさん、あちょっとありだけど、ありありなんか違うから書かない、シャイとかだよね、まあ一応書いたのかな、もうちょいいいのね、そうツンデレてか、そっけない、そっけない、うん、無口だよね、無口って言うんですよね、全然は違う、なんだろう、そうなんです、あ、わかった、出るな、俺、なんか後半もいいぞ、後半いいぞでも、あれだな、じゃあ、もう任せた一個出ればなんかほぼ出てきそうなの、全然ね、ね、うん、お、来た
おい、これって、ああ、こっち、こっちのことだと思う、うん、あれ、こいつだっけツンクオス、ツンクメス、これはね、まあ、そうなんじゃそうなんですけどね、おいしいもの、はい、つや姫、おー結構急にまともなんでしょう、ね、俺らしくないツンコオスメスとか最悪なんですか僕これは、まあ、まさにこっちの方のお米なんですけど、うん、これ美味しいよね、いい、俺一番好きかも、え、つや姫ハウスか、僕、生え抜き、あ、なんかね、俺はやっぱつや姫、あ、ですか、甘い、お米だけで食べるんだったら竹島さんも、私は笹錦式、あ、笹錦式関係ない、全員違う笹錦式でどこ、え、でも山形作ってるよ、あ、そうなの、あれ、山形じゃないの、笹錦、あれ、新潟じゃないの、あ、亀のって書いてよかった、あ、亀のそう、ちょっと珍しいです、宣伝してしまった、ね、やるの、やっぱらしくない、あ、分かった、まだ竹ちゃん出てないの、うん、帰っていいよ、帰っていいよ、これ、ちょっと面白い、これ、私だけかな、はい、どうぞ、どっち、どっち、あ、じゃあ、いいですか、先にちょっと、これどうしても言いたい、杖を忘れるババちゃん、杖できてるのに杖忘れて帰る、どうやって帰ってるんだ、あの杖さ、超便利だよ、足腰強いね、足腰ないやからの意味ね、結構いろんなのに使ったりしてるな、はいはい、それだけじゃなくて、わかる、そのイメージ、あれ超便利だよ、そうそうそう、はい、つくしで遊ぶ、あれ、いない、つくしで遊ばない、竹島さんが遊ぶ、私、うん、あー、それあるある、つくしいっぱい見たらテンション上がっちゃうっていう、春だなって感じるけどない、いや、わかんないけど、つくし積むみたいな、わかん、正直わかんないんだけど、わかんない、でも、めっちゃ可愛いって、はい、こういう意味やりたい、はい、すいません、次の、つい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 、家でやろ、超楽しい次手、はい、手は結構ありそうだな、ここはなんかみんなうならせたいところだな、俺 手は、あ、はい、分かった、これです、これです、て、まあ、でになります、デートの場所、迷う、またはバレる、目撃情報とか、何があったの、あれ、俺、なんかボケつこった気がする、これってほら、だって夜に実体験ね、あるあるってことだよ、あるある、ずるい、あいつなんだ、急にどうした、怒られる、バレたんだろう、ね、確かによく聞く、どこ行ってたの、聞かれるしかもめっちゃそのまま出ないな、手か、栗原って手でもいいし、手でもいいってことですね、感じ感じに言わない、はい、どうだろう、分かんないよ、でも向こうに比べればまあ電波がない、あかな、電波もない気がします、あ、ナイス、超欲しかった水、あ、カラッカラだった、ありがとう、美味しい、
回聞いたことない。テラフェス。テラフェス。あ、聞かない。あ、ちょっと。いや、なんか。なんかテラフェスやってるよっていうのをすぐに噂になってるっていう感じが。テラで。朝日の方にあるらしいですよね。仕事していいですか。はい。手。手土産に星垣さん。よろしくお願いします。お願いします。1600円、正面です。結局、星協力で返しました。よろしくお願いします。手土産。手土産に。なんか手土産がないぐらいの感じだよね。確かに。手つぎでいい。と。うん、手と。と、と。で、と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 、言えば。多分ちゃんと地域おこし。いやでもなんか、とりあえず聞くな。あ、そうなの。お腹が弱い。あ、はい、でトイレと友達ぐらいの。はい。でトイレのことにも結構詳しくなった。あのビデとか。ウォシュレットの強い強とかに、あのウェーブがあるトイレの TOTO さんとか、なんかいろいろとトイレ事情に詳しくなる。登山楽しい。あ、そっちが良かった。僕これ竹島さん出すかなと思って。俺両方見えてるから全部2人の逆っていうか、竹島さんの方っぽいなと思ってる。大切です。楽しい楽しい。天気いいから行きたくなりますよね、本当に。あ、分かった。これは協力隊あるある。結構真面目かも。いいっすか。これは結構ちゃんとしてますよ。東京に住んでた頃はって比例しがち。あれ、あんまり東京じゃないもん。はいはい、でもまあまあチーン。ときめく星空。確かに、ここ超綺麗ですね。超綺麗。まあ、お、言い方的には合ってるか分かんないですけど、はい、戸締まりが雑。確かに。夜に、あのね、家の鍵を開けてるんですよ、みんな。開けてる、あ、ごめんなさい、開けてる。そう、これね、多分向こうのやつは。そう、あと車の鍵もかけてない。かけてない、そう。それもすごい、確かに。で、鍵し、俺はやっぱ来た時はやっぱり同じように閉めてたら、なんで閉めんなって、そっち言われた。だって、しこぎって閉めるもんじゃないですか、みたいな思ったけどね。確かに。近所の人はみんな本当にね、絶対あんな広い家だから入ってくるの分かんないよね。分かんない、本当に。入られたことあるもんね。入られたことある。ある。結構怖い。普通に怖いよ。結構怖い。ほほってなる。朝起きていいんだもん。な、いよいよも。いよいよ問題の那行。那行来ました。さっき那行でなんか浮かんだんだよ。面白そう。マジっすか。なですよ。ないよ。あ、ないのか。あ、もう言っちゃった。言っちゃいましたね。何もないが楽しい。はい、ここ。もう協力隊あるあるですね、うん、何もないが楽しい。うん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 、あるね、それ最高、イエイ。やっぱね、なんかあるよりはない方がない方がいい。でも協力隊になる人それね、これ多い、これ多いと思う、むしろこっちの人。そうだね。あるもそうそうそう、なきゃなんか自分たち探してやるし。今のサムネイルにしてきます。確かにある。
ボケたくなっちゃった、ごめんなさい。ちょっとあの YouTube で YouTube でも滑ったらやだからでもってそこまで言ったのにどうぞ。納豆汁うまい。あ、これはちょっと好きじゃないの。納豆汁だね。納豆も嫌いなの。汁物が あ、腹こぼすか。あ、違うんです。汁物が苦手なんですよ。納豆汁ってでもこう家に来るもん。ラーメンは好きなんですけど、味噌汁とか飲まないんですよ。ちょっと特殊。もう納豆汁は、まあ、あのこっちの人結構食べます。スーパーとかにもね、売ってるから。売ってる、売ってる。あともう一個、どうぞ。食べ物系、何でも天ぷらにする。するする。これはある。山菜とかはまあ、山菜はもうね、確かに間違い。天ぷら最強だよ。天ぷら最強。みんな向こうの、こっちの人みんな天ぷら。確かに何でも天ぷら。肉がある天物でも天ぷらにしたら食べれるらしい。毒には気をつけます。やっぱ足出てこないの。ピンチ。お、ピンチピンチ。もうちょっと、じゃあもうちょっとナーで見ましょう。ちょっとすいません、お願いします。わかった。じゃあこれだ。ね、こうかな。はい。Now loading。あれ滑った。おお。ごめん、英語弱くてわかんない。読み込んでるよ。全部解説させるんだ。あ真面目に言う。全然言わなかった。なるほど。おーって言っちゃったことすごい後悔したんだけど。そう、だから、やっぱり俺だけわかんねえのかって俺は。違うよ。ロミさんが考えてるから、なるほどっていう。なるほど。ごめんって説明させちゃって。一番恥ずかしいやつ。大丈夫です。もうなんか、あれだ。早く早く。早く次進みたいです。なめこでかい。あ、でかい。天然のなめこがすごいでかい。すごいでかい。なめこ取り楽しい。なんか食べ物中心になってますね。今お腹空いてるんだよ。反映されてるし。ホワイトボード。最初からなんて書こうとか。なんが食べたい。なかなかなんが売ってる店がないから。なん好きなんですね。なん大好き。パン大好き。いいね。パンケーキ。ね、nothing。nothing。ない、ないから作る。ない。涙。涙のリクエスト。惜しい。涙のリクエスト。な、な、な、な。全然回らなくて嘘を笑うしかない。マジでやば、どうしようどうしよう。なんか普通になんか結構ありそうにはな。うん、マジで。あ、だって出ましたよ、ちゃんと。はい、せーの。あ、菜の花娘かわいい。あー、なるほど。5月3日にちゃんと宣伝してる。菜の花、あ、5月5日だ。なのか4日と5日する。5月4日と5日に菜の花祭りが三河町であります。出店します。あ、そうだ、僕これでした。ごめんなさい、宣伝中。あの、方言で何言ってるかわからない時が。まあまあ、最初来た時特にそうだな。これは何言ってる、わかんない。何言ってるか日本語じゃないって思うときもあるよね。フランス語にイントネーションに似てるって言われるっていう意味ですね、しょうない。そう、あ、思い。あと、この言葉は京都から来てるからって何回も言われる。輸入関西弁と違う。お、来た。馴染めない。いや、そんなこと悩みじゃん。そんな、嘘嘘、そんなことない。大丈夫、めっちゃ馴染んで慣れたの。いや、でもね、これむしろ馴染めてなかったら3年間入れないの、うん、まあ確かに。でも、あ、てかごめん、この水自分で飲んだから。あ、俺のはこっちある。これ竹島さんだよね。ごめん。え、これ竹島さんで。え、クイハラ君も持ってきてくれる。3つ持ってきましたよ。うん、元から持ってきたんじゃないですか。これあ、こっちで。そういうこと。そう、もともと1個いる。どうぞ、おもろうじゃん、うん、いい、どっちでも。どうぞ。おもろう、なんかもう緊張してどうかじゃん。緊張してるの。実はな。2、2、2、
2位もありそうだな。あ、これは取らないでね。肉しか出てこない。あ、嘘でしょ。いや、被る可能性超大。いやー、やだな。被ないでほしい。はい、うん、どっちだろう。噛むのから被んないでほしい。伊藤さんに。え、これは OK。はい。あ、いいですか。ババン。日本酒。おー、間違いない。これは、そう、あ、よかった。ね、嘘。さっきから2はもう浮かんでないのこれ。日本酒がうますぎる。こっちもね、これ米、確かね、米で、米と思うんで、日本酒はもう間違いなく美味しいです。確かに。多分向こうに行ったらこんなに飲まないと思う。そうだね。水がうまいからね、やっぱり。確かに。嘘出ないなぁ。なんだろう。いいっすよ、いいっすよ。なんか、微妙これでいいのかなって。あれ、うん、もう1個、1個目、ニコキスゲ。なるほど。ガッサンに咲く花でニコキスゲっていうのがあるんですけど、まあ、鳥海山にも咲くんだけど、山に登ったら絶対に目立つ花、ニコキスゲ。そうですね、いいね。坂田の町の花す、それは鳥海だ、鳥海の町の花す。あ、違う、なんだっけ。ごめんなさい、飛島肝臓、飛島肝臓。すみません、全然わかんないです。みたいな感じ、ニコキスゲ、黄色いお花。2位でしょ。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。これは、これ全然いなくなるのに、なんでもない。あの、ね。乗ってきました。みんな、テレビ見る人、見る？見ないっす。見ない。あ、終わったわ。終わった。ダバン。石村。あー、聞く、そのフレーズ聞いたことある。そういうことか。こっちだったら、世に青木とかコナか。うんうんうん。スーツ屋さんですよ。あ、そうだったんだ。西村。でもこのフレーズは聞いたことあるよ。CM で見て、ってこんなの向こうになかったなって。確かに。結構勇気いった。2人とも見てないっていうから。上とやいないで。2ってなんだっけ。 2見すぎて変だった。2ってなんだっけ。2、いやでもな、これ江ノ島方が、江ノ島あるあるだな。地元の方じゃん。にゃんこ多いってこと。あ、それはそっちでしょ。にゃんこ勝ってるからね、もう。俺はね、ちょうど。いつも合ってるから。そうそうそう。ニコ。先の方がどんどん上手いですよね。で、合ってますね、先生。そういうのしかも結構協力隊あるある。私たち今バンダンだけど。先すぎる。こっちの人あるある。あ、わかった。来た、来た。やっと来た。はい、やっと来た。ちょっと待ってください。かくので。じゃあその間に。はい。新潟より仙台に行く人が多い。どっちも間違うんだけど、で、新潟の方が近いはずなのに仙台に行くっていう人が多い。新潟の方が2時間で行けるから近いんだ。仙台3時間ぐらいかかる。新潟は2時間で行ける？行けるはず。当時。でない？いや、もうね。でかいから。これどうでしょう。ニット帽ない冬は絶望。あれ微妙。まあまあまあ必要ですね。ニット帽結構日常必需。かぶってたっけ？かぶってない。今年かぶってない。そんなやつより絶望で。かぶってもない。でも似てたよ。よっしゃ、次行こう。ぬ？ぬ？わ、難しそう。ぬ？これが一番怖いなぁ。何ぬってぬ、なんだろう。あ、あ、こっち来て初めて、初めてやったこと、超楽しかった。ぬ
沼で純菜採り。あ、やったよ。純菜ってやったことがない。あの木舟みたいなのに乗って、こうやってハスのなんか浮いてる水草みたいなのプツプツって取るんだけど。これ協力隊だからできたかも。協力隊だから。あ、やられたわ。やられたわ。楽しかったな。ぬ出ない。ぬか。でも長かったな。調子上がってきてる。ババン。ぬいぐるみが道に落ちている。本当？無理やりじゃん。たまに見ます。たまにです。ね、たまにでも怖い。ぬかるめにハマる。ぬかるめって何？あれ？ぬかるめって言いません？ぬかるみだね。あ、それだ。あれ？今の分かった？ぬかるみが多いところ。田んぼとか確かに。ね、よかった。ぬ意外にスムーズだった。ね？ね。あと2つね。よっしゃ。ね、よっしゃ。あ、わかった。これはもう僕、協力隊あるかも。あ、これはいける。先行きます。はい。はい。寝坊しても許される。あ、そっちか。あ、若干かぶった。そう。うん、これはある。あるよね。ていうか、マジ寝坊よくするんですけど。あ、そう、俺もちょっと。もうね、定時で働く無理だね。無理。俺もそれ超無理。こっちかと思った。寝る時間が多くなる。あー、それもある、それもある。うんうん。どっちにしても健康的な生活できる。確かに。結構暗くなりますもんね、うん、9時には。で、やることもないから。そうそうそう。家にいることもないし。うん、寝坊しても許さない。でもこれはめっちゃ分かる。現時点でもやっぱだいぶやるよね。やるやる。じゃあのみさん、僕らあとふざけるので。ね。猫かわいい。一番粘土が好き。イケマイコ。ネクラが多い。あんまり合わないね、ネクラ。根っこ大きすぎ。違う。でも今も同じような感じ。根っこがって書こうとした。あ、本当ですか。ね。どうしたんですか。明後日見てます。全然。まだ終わってないよ。帰ってきます。ね。来た、うん、これこれかな。はい、ババン、ネズミランド。あ、本当だ、これでものみさんしか語れない。そう、僕最初住んだ家がもうめちゃめちゃネズミいて、あのそれこそ毎日毎日行ったこと、だいぶね、本当に家、そうですね、地域おこし協力隊だと住む場所が住む場所大事、そうですね、ちゃんとね。一番きしんどかったのはやっぱりこう帰ってきて食器にネズミがふんかされた時はもうそっから俺1ヶ月で多分7キロぐらいしてた。もう食えなくなって痩せました。マジ人生大事っていうか、ね、住ましてほしい普通のところで引っ越した時、引っ越す時に洗濯機の下のネズミ取り引きに5匹引っかかる。1個に5匹止まるのが怖い。で、ちょっと生きててこれやばいって思ったらちぎれる。あ、なんだろう、あ、そんなの触れへんのかっつってネズミの箱取って、うん、その場でそのまま踏んだ。うわ、すごい。大丈夫、放送できる。いい人が多い。そう、あ、てか、結構まあいいか、これそうだね。あと、家業とかにいろいろできてる。これ川に何でも捨てる感じない？そういう時に変に生き物とか捕まえると、あの、ハクビシン、あれみんな川に捨てるのね。で、殺して、でもよく
死んでるタヌキとかどうしたらいいのかなっていつも。あれ剣が捨ててんじゃないの？一応捨ててる。通報して通報してっていうのはあるけど。そう。いちいちでもしてない。そう作る。あれどこだっけ？どっかの地域タヌキあれだろ？一匹あれ届けるごとに。もらえるの？500円だから1000円だからって、あるどっかこの辺だよ。マジだから、そうなんかめっちゃ届けに来るおっちゃんがいるっつって、あの人は絶対に見つけてんじゃなくて絶対自分で殺してから来てるっていう噂が上がるそれぐらいもうめっちゃ持ってくる。マジでやば。だって5匹持ってくるよ、もう2500円ね、うん、10匹です1個1000円だから。やばいやばい。そうだね、稲本さんち行ったらよかったじゃないですか。あ、でもタヌキだ、タヌキ。あ、タヌキか、ニクセルか、ごめんごめんとかやってる間に書いてるし。あそこ乗っか。の。どうぞ。飲んだら乗るな。飲み屋街は大好必須。大切でーす。素晴らしい。はい、これはそうです、ね。本当に。ね。うん。まあ、あるか。田舎だと大好っていう言葉がやっぱ珍しいじゃないですかね。まあ、こっち来て僕初めて大好って聞いたし。うん。そう。全然馴染みなかったもん。ああ、そうだね。大根っていうのはレアかな。ようにそれを使うってことはどういうことかっていうと、はい、地域に飲み屋がない。ああ。じゃなきゃ大根って、ね、確かに結局ないからどっか行かないと、ね、うんうん、確かに飲み屋に行くには確かに。そう、はい、お飲み友達が、うん、およし、切ろっこれどうですか。はい、じゃあ次の野木さんが締めてください。リアリティをこれね、あーからのまで。まだどうする、うん、これに、あ、そうね、いいね、死ぬ、うん、いや、うま、最高の締め方してくれた。お互いがお互いをね、って言ったすいません、こんなんで寝ちゃった。はい、じゃあ、あからの終了にします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。イエイ。カット。